米国務長官、中国に責任を取らせる。アメリカのポンペオ国務長官がラジオ番組の中で、COVID-19 に対する中国政府の対応を批判し、次のような発言をいたしました。人命が失われただけではなく、アメリカの経済的損失の原因を作った人々に責任を取らせる。重要な情報を 提供すするのが遅すぎた。全世界が積極的に行動すべき時に主制に正される要因となった国務省は何が起こったのか正確に検証し調査し全ての事実を入手する中国政府が実際に何が起こったかそれに関する多くの情報を公開しないと決定した時 アメリカは直接対応する。アメリカは中国と協力できる点を模索しているとなっておりまして、現在、COVID-19 に関する情報を中国政府が隠蔽していると見られており、まあ、さらに中国における学術論文まで、COVID-19 に関するものは 中国政府が検閲を開始したことも確認されてしまっております。中国政府が今後も COVID-19 の情報隠蔽を続け協力しないのであればアメリカだけではなく世界中の国々が中国に対し制裁を科さなければいけなくなります。そうでなければ このような問題が中国やその他の国において繰り返され続けることになるでしょう。まあ、例えば、中国から輸入する製品やサービスに対し、関税をかけ、被害に遭った国々がそういった関税を使って、国内で補償を実施する。 まあこういった対応もできるんじゃないかと思われますので、アメリカ政府には中国政府が今後も COVID-19 の情報隠蔽を続けるのであれば、アメリカ一国だけではなく、世界中の国々と協力をし、中国に対して制裁を科す準備を進めていただくようにお願いいたします。以上になります。 ご清聴いただき、ありがとうございました。